皆さんこんにちは。 NHK の教育番組できるかなのノッポさんとして知られる俳優で作家の高見ノッポさんが2022年9月10日に心不全のため都内で死去していたことが5月10日分かりました。88歳でした。葬儀は近親者で行われました。できるかなは NHK 教育でテレビ放映された幼稚園児や小学校低学年向きの教育工作番組です。チューリップハットをかぶったノッポさんと着ぐるみのゴン太くんが無言で軽やかにステップを踏みながら遊び道具を制作する番組です。ノッポさんは緑色の帽子がトレードマークでした。おしゃべり役のナレーターが2人の行動を解説していました。できるかなではノッポさん役を24年間務め、番組中は一切喋らないというミステリアスキャラクターで当時の子供から人気を得ていました。24年間喋らないキャラクターで親しまれてきたノッポさんですが、最終回には子供たちに語りかけ、ああ喋っちゃったと、その時の様子は世間で話題になりました。ノッポさんは京都府京都市右京区渦政の役者長屋に生まれ、そして4歳の時から現在の東京都墨田区に育ちました。父は高見義和さんで芸人を務めていました。ノッポさんの父である高見義和さんは芸人や俳優などいろんな顔を持ったエンターテイナーで、世界的に有名なコメディアンチャーリー・チャップリンのモノマネを得意としていたといいます。チャーリー・チャップリンといえば、まだ映像に音が搭載されていないサイレント映画が主流の時代に動きだけで映画の世界観や面白さを伝えたことで有名なコメディアンです。そのためノッポさんが番組中に喋らないというキャラを演じたのは父の影響があるのではないかと言われています。ノッポさんはダンサーとして活躍をされていたこともありますが、なかなかダンスの仕事に恵まれず自殺を考えたこともあったそうです。好きなことで食べていくのも大変ですね。そしてノッポさんは30代に NHK 教育何して遊ぼう、後にできるかなに変更されるの番組でノッポさん役として起用されることになります。ノッポさんはできるかなだけに出演されていたイメージが強いですが、映画に出演されたことがあります。俳優ではないので数多くはないですが、ノッポさんが出演された数少ない映画作品を紹介したいと思います。まず最初に出演された作品は1964年に公開された映画君も出世ができるでペンキ屋役を演じられました。他にノッポさんは1985年に公開された伊丹十三監督の映画タンポポで不老者役を演じられました。子供と夜のホテルに入りオムライスを作る役だったそうです。他にノッポさんは1994年に公開された鴻上尚史監督の青空に一番近い場所や2008年4月に公開された富樫新監督の映画あの空を覚えてるにも出演されました。ではテレビ番組ではどうでしょうか。ノッポさんといえばできるかなの番組をイメージしますが、他にどんなテレビ番組に出演されたのでしょうか。ノッポさんが最初にテレビ出演されたのは1960年9月5日、1967年3月28日まで NHK 総合テレビで放送された人形劇ブーフーで狼のスーツアクターを務めました。次にノッポさんが出演されたテレビ番組は NHK 教育で放送されたお母さんと一緒でトンチンコ坊主和尚さんを演じられました。他にノッポさんはできるかなオズの魔法使い、魔法の絨毯、平成教育委員会、サラリーマンネオシーズン2サマースペシャルなどの番組にも出演されました。そんなノッポさんに死亡説がささやかれていました。調べてみるとどうやらある都市伝説のせいでこのような情報が出回ったみたいです。その都市伝説というのはできるかなの番組最終回の収録でノッポさんが倒れてゴン太くんの腕の中で静かに息を引き取ったというものです。これを信じる人がいるのかというような感じですが、都市伝説の内容よりもノッポさんが亡くなってしまったという情報が抜き取られ広まってしまったことがどうやら原因のようです。また相方のゴン太くん役を務めていた井村淳さんが2013年に亡くなってしまい、この情報を勘違いしてノッポさんが亡くなったと捉えた人がいたことも
のっぽさん死亡説が浮上した原因ではないかと思われます。またのっぽさんの活動は楽曲制作や作家業など裏方の仕事が多く、メディアへの露出が少ないことも死亡説が流れてしまった理由の一つだと考えられます。のっぽさんこと高見義明さんは亡くなる前まで楽曲作成や作家として活躍していたようです。楽曲制作や作家活動の詳しい内容は公開されていませんが、主に子ども向け番組の選曲や児童向け絵本の作家などを手掛けていたようです。名義は高見のっぽで50冊近くの本を発表されています。ちなみにできるかな終了後もフラット NHK の番組や民放のバラエティ番組などに出演されることがありました。また2017年11月には自身の半生を描いた夕暮れもとぼけてみれば朝まだきのっぽさん自伝という自伝本を出版しており、2017年12月にはトーク&サイン会を行うなど元気に活動されていました。そんなできるかなのっぽさんの身長が本当にのっぽと話題です。のっぽさんの公式身長は 181cm です。一般にのっぽと呼ばれるには身長が高いだけでなく体型もかなり関係してくると思います。のっぽさんは見るからにひょろりと縦長な体型に見えますよね。お相撲さんたちは身長が 200cm 近くてもああいう体型だとのっぽとは言えないでしょう。のっぽさんですがなんと身長が 181cm もあったそうです。背も高くスラッとしている体型からのっぽさんという芸名になったのでしょう。そんなのっぽさんですが結婚して息子さんがいるとの情報がありました。気になるのっぽさんの結婚についてですが、詳しい話はあまり分かりませんでした。一般の方と結婚されていて妻は薬局を営んでたという情報はいくつかつかめましたが、情報源がはっきりしないのでこれが本当かどうか分かりません。結婚していたようですが詳しい情報は分かりませんでした。ちなみに息子さんに関してですが、 NHK 教育見つけたに出演しているオフロスキーってのっぽさんの息子さんなんですか？オフロスキー役は小林健作さんですが、ウィキペディアによると父は同様の作詞家となっていますので違うようです。このようにのっぽさんの息子さんが見つけたに出ているオフロスキー役の小林健作さんなのではという情報があったようです。でも小林さんのお父さんは同様の作詞家なのでのっぽさんではないとのことでした。ということでのっぽさんの息子さんのことは分かりませんでした。息子さんも奥さんもいるとしたら一般の方なのでしょうね。できるかなで活躍されたのっぽさん、生前はエッセイストとして活動されています。のっぽさんこと高見義明さんは子供たちに何かを発信する姿勢を崩さずに活動を続けていました。できるかなの最終回でのっぽさんが番組がなくなることを伝えたくて初めて喋りました。いつまでも子供たちの憧れでありとても生き方が素敵なのっぽさんのご冥福をお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。